そしてテキストここでいろいろな設定をすることになりますテキストの中にはさらにフォーマットスタイルレイアウトという項目がありますでは基本フォーマットの中を見ていきましょう、えー、まずはサイズこれはテキストに使うフォントのポイントサイズを指定します 前回やった情報情報の中の調整でも拡大縮小ができますけれどもこちらの場合はテキストをオブジェクトとして扱っています、えー、こちらのサイズの方もですね、あのー、キーフレームを設定できるようになっていますが特別な理由がない限り拡大縮小のアニメートはこちらの 調整の方で行うようよにしてくださいこちらはあくまでもテキストオブジェクトの基準とする大きさを指定するために使います。キーーフレームは削除します例えばキャンバス上でこうドラッグして大きさを変更した場合サイズは変化しません。情報の 調整の部分が変化することになります。ちなみに位置の Z、これですね。これで大きさを変更することも可能です。大きさは変更してないんですけれども、ぐーっと近づいてくる形になりますので、大きくなったり小さくなったりするように見せかけることができます。 この Z で動かした場合こう画質が悪くなるんですけどここは書き出す時にレンダリングを今標準になってますけどこれを最高にすればこのようにきれいにすることができますただ作業中これでやると効率悪くなりますんで作業中は標準のままで行います書き出す時に忘れずに最高にしてあげます 次の配置は飛ばしまして、えー、行間行間はそのまんまですねえー、こっちを消して複数行のあるテキストこれの行間を設定します幅を広くしたり狭くしたりですね一部の行だけを変更したいときは 任意の行にカーソルを置いた状態で変更しますその下の行との幅だけを変更することができます次の文字間隔これも一緒ですね文字と文字の間隔を指定するものですこちらの場合は間に置いても 全体が変更するだけです一部だけ変更したい場合はその下のカーニングこちらになりますカーソルのある前後の文字の間隔を変更することができます、えー、このショートカットなんですけれどもモーションの4から変わってまして、えー、コマンドとオプションを押したまま角カ,カッコ の右と左でこのように単位これ 1, 1ポイントになるのかな ?1 ポイントずつ動かすことができます。これなぜかですねあの普通はここにあのパラメータをリセットするというものがあるんですけどもここはカーニングに限ってできませんので。 あまりあれこれいじっちゃうと元に戻すのが大変になってしまいますので気をつけてください上のここだと戻せるのかなここのリセットボタンだと戻せますけど他まで戻ってしまいますのでね文字間隔は戻せるんですねパラメータをリセット次はベースラインですねベースラインは え例えばえ8月1はいこれでですねベースラインは今この一番下のラインになっていますそしてこのテキストの8 18日だな今日は数字の部分だけを大きくしたいということをやってみます8と18を8今いくつにしたっけ12118も121にしますでこうすると 下のラインずれますよねこれを合わせてあげます。これは目検討で合わせるしかないので真ん中にしちゃいましょうか。真ん中にしちゃいます。28にしました。でこっちも28。28。せっかくなのでここの幅が広いですからカーニングで 狭めますはいこんな感じで使うことができます。あんまりかっこよくなかったですね。えー、次回はこの飛ばした配置と情報のアンカーポイントこの辺について説明したいと思います。